ウィムシムレッスン TV オンラインデビットについてファミリー作成机です。ウィムシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク製品のオートキャットとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画と解説でお届けしています。ウィムとシムを使いこなすことに的を絞ります。レビットとは建設業界で急速に普及する VIM に対応した 3D CAD ソフトです。この講座では VIM シムに関する基本的な知識からレビットによる作図書までを学習していきます。今回はファミリーの基礎である机について作成を見ていっていただきたいかと思います。新規で作るものとします。ファミリーのテンプレートは一般モデルを選択しましょう。それではレビット上の画面についてです。レビットを起動後、ファミリーの新規作成ボタンを押すと、このようなテンプレートのファイルを選択ということが出てきます。その中の一般モデルを選択しましょう。一般モデル、たくさん種類があるんですが、机自体は向かい置きのところがありますので、普通のただの一般モデルとします。選択すると、このような画面に変わります。中の平面図の参照レベルをダブルクリックし、基準となる参照面を引いていきます。真ん中の線を基準とし、縦に2本、横に2本引いて、平行寸法を置いていきます。それではそこまでをやってみたいと思います。プロジェクトブラウザー内の平面図の基準レベルをダブルクリックします。こちらの中のリボンタブ、作成の中にある基準面の基準面を選択しましょう。縦にまっすぐ2本線を引き、横にも線を引きましょう。引いた後にリボンタブ注釈の中の寸法の平行寸法を使い、マウスの左で寸法を作ります。この時に EQ もつけておきましょう。左、左、左と選択し EQ をつけます。こちらで机の長さ、奥行き等を変更することが可能となります。このように EQ でクリックして EQ になります。この EQ はこちらのサイズを変えると大体半分ずつに分かれてくれます。半分以外のものも EQ で一度に設定すると3分割、5分割、6分割というふうに変更することが可能です。その後に大きな寸法ですね。こちらはラベルを与え、幅、または横というふうに名前を与えてラベルとします。それでは実際にラベルを与えてみましょう。作成した方にマウスの左を押し、ラベルのパラメータを作成をクリックし、ここに行きます。例えば横。押すと先ほどと違って名前にイコール数値がきます。同様にこちらも名前を入れてあげると EQ ができます。パラメータをつけていきましょう。全体像になります。今度は高さを設定していきたいので、プロジェクトブラウザーのビューの立面図、立面図をダブルの中の正面をダブルクリックし、参照面を引き、高さを与えてあげましょう。プロジェクトブラウザーの立面図の正面をダブルクリックし、参照レベルよりも上の面を、面に参照面を引きます。基準レベル、上ですね。まっすぐ引いて、ここに高さというラベルを与えます。リボンタブ、注釈の中の寸法の平行寸法で、クリックし、ラベルの
パラメータを作成で、ここを高さとします。高さが設定されます。今度は机の天板の厚みを40とします。ですので作成タブの参照面で高さから下に40のオフセットを引いたものを作ります。作成の参照面で選択にし、ここオフセット値を40と入れます。そうすると一度作った線の上とか下にですね、40という厚みのものを作成することが可能です。作成後ですね、板を作っていきますので、平面図の参照レベルに戻り、押し出しで板を作りましょう。長方形で作りますが、この時に参照面から外れていても構いません。ただし作成後ロックという形でですね、固めてしまいます。それでは平面図の基準レベルに戻り、リボンタブ作成の中のフォームの押し出しをクリックし、長方形をクリックし、左でオレンジを作りましょう。作ったら修正の中の修正の位置合わせをクリックし、参照にしたい面と今書いたものですね、をこのようにロックをしていきましょう。全部ロックができたら緑のレテンチェックをしましょう。そうすると正面を見ていただくと、この下の方にあるものになりますので、これはまた位置合わせをしましょう。でこの位置は変わりたくないので、40としてもですね、ロックをしておきましょう。これでこの40が変わっても高さに追従するものになれるというところになります。今度は板ができましたね。ちょっと確認をしましょうか。 3D ビューのビューの位置をクリックします。ちょっと見づらいので形を変えます。このようにできています。まだマテリアルを設定していないので、今グレーになってしまっています。それでは今度ですね、タイプ、種類ですね。種類はこちらに書いてある通り、今回は 1000×1000×750、 2500×1000×1000 という2タイプを作成していきます。修正の中のプロパティのファミリータイプをクリックします。新しいタイプでタイプの名前を 1000×750 とします。 OK にし、ここの横、幅、高さを変えます。そうするとタイプになった、沿ったですね。もう一つは 2500×1000×1000 になりますので、こちらも作っていきたいと思います。修正の中のプロパティのファミリータイプをクリックし、新しいタイプでいきます。 2500×1000×1000 です。はい、名前についてですが、命名規則がちょっと曖昧な場合には、こちらのようにどんな寸法かというのも入れて管理をするというのも便利かもしれません。このように
2つのサイズができました。できたら最初の 1000×1000×750 に戻しておきましょう。それでは足を作っていきます。足は平面図の参照レベルで丸い足を作っていきます。参照面を引きます。オフセットを100にし、このような形にしていきます。作成の参照面で描画の選択にし、100にします。でこの内側を、長い線の内側をとします。でこう線分を作っていくので、先ほどと同様ですね、注釈の平行寸法で状態を作っていきます。作ったら足の部分を押し出しで作っていきます。円形の足ですね、このように足を作っていきたいかと思います。作った後上まで高さを合わせていきます。作成の押し出しで円弧がありますので、円弧を選択し、半径を75にしましょうかね。こう置いていくと、折った後緑の点チェックにしていただいて、正面を見るとこの高さしかありません。位置合わせをしてロックにします。そうすると今の段階ではこのような四つ足の机ができています、はい、でこれをですね、マテリアル設定した後に名前をつけて保存をしていただくと机が出ます。その後ですね、材質を設定をしていくというところになります。プロパティのところですね、ここ高速等しかありませんので、新しいあれでパラメータサイズをマテリアルにし、ここを上の台ですね、天板と、もう一個足と別々にしてみましょう。違うところに来ると来てしまうので、もし間違えてしまった場合は選択し、バツ印をなくなります。ここですね、パラメータタイプはマテリアルの場合は先にマテリアルにした方が良いかもしれません。マテリアルの設定ですが、マテリアルブラウザーから設定をしていきましょう。例えばガラスが良ければガラス、ちょっと変えたければ複製を作り、外観を変えましょう。例えば足も違うものが分かりやすいですね。例えばですね、変えてしまいます。ここにレンダリングの色とすると先ほどの色と近いものが出てきます。ここまでで変わりません。ですので、例えば板であれば、
下を押し、プロパティの中にありますマテリアルと仕上げですね、ファミリーパラメーターの関連付けでそれぞれ設定をしてあげましょう。このような形になります。そこまでできたら名前を付けて保存でいいかと思います。で、こちらですね、リアルスティックの場合とシェーディングの場合と少しずつ変わってきます。名前を付けるときにはファイルの中の名前を付けて保存のファミリーにしましょう。挿入するときにはプロジェクトリロードで机ですのでコンポーネント配置にしましょう。ここまでで机は以上です。ビームシムレッスン TV オンラインはお問い合わせは LINE でお受けしています。あなたのビームシムの悩みをお聞かせください。ビームシムレッスン TV オンラインのお問い合わせフォームはこちらからとなっています。いかがでしたでしょうか。本日のビームシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。